昨年も行われた防災キャンプが今年も開催。防災キャンプは防災を学びながら普段あまり入ることのできないスタジアム内部を感じられる画期的なイベントです。前回に続き北摂親子防災部辻さんにお越しいただき、災害時どういう行動が大事なのか、大震災をもとにいかに備えが大事かを伝えていただきました。防災講話の後にはアイスブレイクの時間が設けられ、災害時の大事なことは人とのつながり、参加者が初対面ながらも親交を深めている様子がありました。そして前年に続きスペシャルゲストにはガンバ大阪 OB の武井拓也さん。僕がいると楽しいから、本当に皆さんと一緒に、有意義なというか、楽しく学びながら、いい時間では話せます。また今回の防災キャンプではパナソニックから谷口さんにお越しいただき、パナソニックの商品を参加者に貸し出しするなど、パートナー企業協力のもと実際に防災グッズを体感できます。講話が終わり、いよいよテント設営。子どもたちも普段選手がプレーしているピッチレベルを体感できるとあってサッカーをして楽しんでいました。防災キャンプ新企画として普段ガンババスが到着するミックスゾーン付近で火起こし体験とバーベキューを楽しむ時間が新たに設けられました。ちょうどここを選手が通ってこのまま回ってここから乗るからこの辺りが一番いいと思います。位置取りもしっかり意識してやってます。スタジアムの中でね、こうやってバーベキューできるの、最高だと思います。武井さんは焼きそばを堪能、ギャグも飛び出します。焼きそば、焼きそばのそば、いただきます。非日常的なバーベキューのできる貴重な火起こし体験となりました。19時からはパブリックビューイング。この日はアウェーで行われた柏レイソル戦。武井さんがプロ目線ならではの贅沢な解説付き。そして試合はダワン選手のゴールで見事1対0の勝利。全員で現地の映像に合わせてガンバクラップ、勝利を分かち合いました。試合後武井さんとの参加者交流会、在籍時の裏話など内容盛りだくさんで1日目は終了。22時30分スタジアムの照明は消えますが、パナソニックの防災グッズを実際に使用し、普段見ることのできないスタジアムの雰囲気を楽しんでいました。歯磨き行ってきます。2日目の5月15日、鳥の鳴き声も聞こえる爽やかな朝となりました。スタジアム その時間時間の表情を見ることができたので、すごく有意義なキャンプになりました。初体験ですけど面白かったです。楽しかったです。このイベントの最大の楽しみでもあるピッチ体験。天然芝は管理が大変でなかなか立ち入ることのできないエリアです。めっちゃ嬉しくないですか。気持ちいい。芝生、地球の上っていうか芝生の上、最高。親子で楽しみ、ピッチでミニゲームを実際にプレー、改めてこのスタジアムを体感できるアクティビティとなりました。バランス考えて、そう。バランス、そう。最後には参加者全員で記念撮影。楽しく防災を学び、貴重な体験ができる防災キャンプインパナスタ。あなたも一度参加してみてはいかがでしょうか。